ねえ、県民の皆さん、これ知ってるかな？沖縄面白カルタだって。ちょっとさ、やってみようよ。聞いたことある、これ。うん、なんか見たことある。本当？中古屋ショップに行ったんだよね、はい、そしたらね、こんなのがあったからちょっと買ってみました。早速やってみようと思います。はい、はい、おてん最近カード遊びはハマってるからね。そうなの。これだったらさ、帰った時じいじばばとも遊べるかなと思って。なるほどね。ちょっとなんか沖縄弁がいっぱい書いてあるから、これ読めないんじゃんねえ。ちょっとでも面白そうじゃない、うん、ねえ、ちょっとじゃあ早速やってみたいと思いまーす。はい、どんなのがねあるかっていう、まずまあ普通にカルタで、でも割とさ結構ねひらがなカタカナが多いから子供もいけんじゃん。ね、カルタって知ってる？うん、カルタ先生。ねえ、カルタ先生。カルタ先生って誰？交代で読もうか。なんだこれ。はい、こんな感じで、なんかまあ絵が独特だね。うん。キジムナーの大好物。キジムナー。キ。ちなみに、キジムナーは魚の目玉が大好物で、目玉だけを食べます。キジムナーってまず何なの？神様です。あ、そうなの。へえ、魚がたくさん取れる場所の情報を教えてくれたり親切ですが、悪いことをされると必ず仕返しをします。うわ、いいね。いいの。クワッチー持ってどこ行くの？クワッチー。クワッチーはちなみにごちそう。お、すごいじゃん。すごい。クワッチーとはごちそうのことです。なんかあれだね、あの多分イントネーションも多分結構違うんだろうね、多分ね。クワッチーとか。だからね、多分。はい、次ね。結婚式でカチャーシー。カチャーシーはわかるよ、そりゃ。あ、なんか今ズルがあったな、ズルが。いいじゃん、ちょっとぐらいさ。なにそれ。カチャーシーはかき回すっていう意味だそうです。はい。こんにちは、ジーマミーです。ジーマミーはピーナッツ。ということですね。ジーマミー豆腐っていうよね。と、完封すればいいのにね。か、ちなみに完封とは、紙を結ぶことですね。はい、結び紙のことを、完封と言い、沖縄風に結ぶことをウチナー完封と言います。だって。はいはいはい。すごい、なんかこれ独特、面白いね。今 EU たちがお出迎え。い、新鮮な魚ってことか。今 EU。EU はどこだ？今 EU。よし。あ、おっ。そう、いいね。でも見つければわかるんだな、おてん。おてんだんだんひらがなね、わかるようになってきてね。こっちに見せて。い。いいね。メンソーレって書いてる。やだそれ。はい、パパ本気出していいんですか？いいよ。うちカビ持ってお買い物。はい。う、うちカビとは、うちカビって知ってる？内側のカビでしょ。違います。あの世で使えるお金をうちカビと言います。スーパーなどで売ってます、お盆などのね行事で。これはわかるでしょう。エイサー、僕もやりたいよ。え、うん、え、あっさ、さあ、オールソーン、これ一番わけわかんないかも。オールソーン、お、青くなっている青タンのこと、はい、オールだそうです。もう全然わからない。待って、これ面白いよ。可愛いんだけど。本当だ、オールって言うんだ。青タンってことだ。絶対言わないよ。やばいだろ。はい、これはわかるね。メンソーレが口癖です。ちゃったちゃった。オッケー。はい、オッケー。やーやーたーやが。はい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 、はい、ちなみにやーたーやが意味わかる？パパ引きこもり。いや、お前は誰だ。だやーやーやー、あー引きこもりしたいいよ。これは何？
これはまあよく見たら丸映えですね。よく見たら丸裸だね。はい。え？本当だ。あ、本当だ。裸だ。よく見たら裸もだ。練習デージでした。デージ。あれデージって大変なんだっけ？そうだよ。あー、惜しいね。それねだね。それレ。そう。それ。それがレ。さ。いいね。おてん。溜まってきたじゃん。喜びの舞、はい、はい。私のスヌイも食べますか。私のスヌイ、スヌイはスヌイはどこ。もずくだって。そうなんだ。スヌイ。私のもずくも食べますか。沖縄のもずくは少し太めで歯ごたえが楽しいものです。お、いいね。ミス、スヌイだって。スヌイ面白い。はい、次。まさかのんから始まります。んむぬ、んむぬ時代がやってきた。あ、んむぬ時代。んむぬってちなみに芋ってことだね。うーん、あった。お、うち見して。はい。おお、面白いね。ゆいまーるでお引っ越し。ゆいまーるはよく聞くよね。ゆいまーる精神とか。そう、助け合いでお引っ越し。どんな絵ですか。はいはい、大名行列ですね。ランドセル、わらばだけのものじゃない。わらばっていうのはどういうことだろう。子供だね。わらしっていうもんね。わらしは言うね。ね、岩手でも、うん、わらばっていうね。竜宮城とバッペータ、人の名前ですか。こっち来てね。あ、間違えたってことだ。バッペータ。どれ。はい、おてん。オッケー。はい、はい。小さいヤール捕まえた。ヤールって言うんだ。ヤモリですね。あ、手早かった。沖縄弁覚えるね。ほっぺにガジャンが止まってる。ガジャンって何ですか。絵でわかりますか。蚊ね。蚊です。ガジャン、ガジャン、はい。天然記念物ダールハズ。天然記念物だと思うよ。どうですか、見して。これはね、ヤンバルクイナですね。夏はスイカとブンジラ。全然文章が意味わかりません。全部夏しかわかんないね。お、いや、スイカわかるでしょですね。この叩く棒をブンジラっていうらしい。ブンジラいっぱいなってきたぞ。これやったんじゃね。新築祝いでカチャーシー。カチャーシーって聞いたことある。はい、カチャーシーはかき回すっていう意味だそうです。はい。けさっきカチャーシーってなかった。はい、誕生会でカチャーシー。カチャーシーって何なんだっけ。踊る。なんか混ぜるとかじゃなかった。スーミーしてる人がいる。お、すごい、うん、早い。はい。スーミーとは覗き見してる人ですね。はい。そうめん入り茶封じですね。そうめん炒め風ですね。風じって風ってことだよね。入り茶は炒めなのかな。西にはないんだ夢の国。東西南北の西だと思うでしょ。北にはないんだ夢の国。西って北ね。西って北なんだって。沖縄で言う西は北だって。全然違いますよね。ヌーからヌーまでありがとう。ヌーからヌーまで。ヌーからヌーまでって何から何まで？ですね。はい、何から何までありがとう。ニュアンスであれだね。わかるところもあるね。うん。野饅頭たくさん食べていいですか？番内ってたくさんってことかな。野饅頭ってね、お饅頭ってことのことじゃない？野という漢字が書いてある首里で売っている饅頭のことだって。首里売ってんだ。はい。フーチャンプル味してみよう。はい。はい。味してみよう。食べてみよう。味見って感じかな。ヒーラー。次。次。ヒーラー。見てるやんけ。見て。はい。ランニングだよ、それ。ヒージャーの子供、お家で飼いたいな。ヒージャーはわかりますか？ヤギ。はい、正解。見せておいて。はい。反対です。反対です。ヒージャー。これで全部終わったね。はい、全部です。ということで、はい。今回の沖縄面白カルタでした。はい。どこに売ってるのかちょっとわからないけど、あ、でもなんか書いてる。おもちゃロードワークスって書いてるね。うーん。全くわかんないけど。わかんないのもあったね。ね。
でもね、こういう風におてんぐらいのさ年齢とかだとさ、ひらがなも覚えるし、うん、いいんじゃないかな。沖縄の方言も覚えられますね。そうそうそう、だしね。今度はこれをね、ちょっと岩手の岩手持ってって、はい、おじいおばあとね、おじいおばあとね一緒に、できたらなちょっと見てくれた、ありがとう。ちょっと見てくれチャンネル登録よろしくね。今日は以上です。